スノーマン渡辺翔太とストーンズ森本慎太郎の絆、ドリームボーイズ制作会見詳細レポ。歴史ある舞台ドリームボーイズが20周年のクライマックスへ。制作会見に登壇したキャスト、左から紫吹淳、森本慎太郎、渡辺翔太、大鳥蘭。2024年7月31日水曜日、ドリームボーイズの制作会見が行われました。主演のスノーマン渡辺翔太さん、チャンプ役のストーンズ森本慎太郎さんは、前作より続投します。ドリームボーイズは2004年の初演以来、大切に演じ継がれてきた夢見る少年たちのかけがえのない友情を描くストーリー。2019年より演出に堂本光一さんが関わり、作品を磨き上げてきました。今作には、総勢21名の少年忍者も出演を予定しています。ドリームボーイズの制作会見詳細レポをお届けします。続投から見えたスノーマン渡辺翔太とストーンズ森本慎太郎の絆。制作会見の模様を詳細にお届け。2025年2月に建て替えのため一時休館を控えている現帝国劇場での最後の公演となる本作。渡辺さんと森本さんが前作での手応えを語りました。渡辺翔太、正直、前作で初めてオファーをいただいたときは、こんな大役が僕に務まるのかという不安な思いがありました。ただ、今振り返ってみると、光一くんはじめスタッフの皆さん、キャストの皆さんのおかげで、1ヶ月の公演を終えたときに、不安は達成感と楽しさに変わっていて、自分の気持ちがマイナスからプラスへ変わったという大きな変化を感じることができました。そして、僕と慎太郎と今までとは違った、ドリームボーイズを見せることができたんじゃないかなと思います。